中中野野君、はい委員長、えー、日本維新の会の会でございます、えー、私たちはあ、時間が短いものでありますから、えー、総論の質問しかできないんでありますか、まあ、正式な質問に入る前に、世耕官房副長官、せっかくお出かけをいただきましたから、えー、一つ質問の前に、えー、お尋ねをさせていただきたいと存じます。 まあ、安倍総理の奥様、昭恵夫人、えー、まさにトップレディーとして外交をはじめ、大変いろいろご活躍をいただいております。ただ、一部マスコミで,です、ね、心ない、まあ、本当に悪口、困ったもんだと私たちも感じてはおりますけれども、まあ、しかし、えー、とにかく非常に天真ら万に頑張っておられるということは、心強い限りだと思います。 われわれ被災地に行きますと、ですねむしろ安倍さん来るより奥さんの方がいいと、こう言われたりするなど、え結構、好感を持って迎えられております。まあ、今度の日曜日も、横浜官房長官のお地元で、えー、巨大防潮堤が必要か、そういうシンポジウムをやられるそうなんでありますけれども、うちの宮城県の石巻からも高校生はじめ、 若いグループがそこに駆けつけて交流をされるようでありますから、それぐらいに非常に親しまれている、まあ、安倍さんにとりましてはですね、いろいろそういう悪口やら、心ない批判が出てきたりしても、今までと同じように大きな広い気持ちで、ぜひ昭恵、えー、さんをしっかり守っていただきたいと、こう念じておりますが、現在は愛妻家の施工、 官房副長官、一言、感想、いかがでしょうか世耕広重、ちゃんと安倍総理にお伝えくださいよ世耕広重内閣官房副長官。まああの 総理のあのご家庭についてはあのコメントをさせていただく立場にはありませんけれども、あの当然あの世界各国ファーストレディの活動っていうのはですね非常にあの重要なことでありますので、えー、これはあの官邸としてもですね AKF 人の活動もしっかりサポートをしていきたいというふうに思います。あの AKF 人はよく家庭内野党というふうに言われてますが、私は本物の野党が家庭におりましてですね、あの。<laughs> 異なった意見を少し聞いてみるというのもですねあの活動上プラスになるという面もあるのかなというふうに思っております中野雅史君えさすが世耕さんであります、えー、どうぞ総理と兄弟分でありますから共々にご夫婦仲良く頑張っていただきたいと思いますせっかくお立ちいただきましたから、えー、いわゆるあの十分慰安婦に関する 河野官房長官談話の再検証について、お話をお伺いをしたいと思います。まあ、言うまでもなく、2月8日の衆議院の予算委員会、私たち日本維新の会の山田裕衆議院議員と、それからかつての石原信夫官房副長官、平成5年当時の副長官、まあ、よく私はこの予算委員会にお出かけをいただいたと思います。 えまあ氏名、生年月日もデタらめな元慰安婦と称する16名の聞き取りをもといにその裏付け調査もしないでしかも談話を作る過程で韓国の言い分を全くもう受け入れて作られた、まあ、石原官房副長官曰わく日本の全員は踏みにじられた私たちもそう思います。まあ、いずれにしても 政府は一日も早く、この談話の作成過程を調査、検証するべきだこれはもう全体、議会全体の意見だと思います。官房長官はですね2月28日、政府の中に極秘のチームを作って、当時の状況を把握し、その上で取り扱いを検討したい。 まあ今までよりは一歩進んだ見解を示されましたけれども、やっぱりあの歴史学者、あるいは有識者、検証するとのことでありますけれども、作業はできるだけ早く終わっていただきたい、いつの時までこの作業が終了されるのかを確認したいと思いますし、それから当然、検証の終了後は、私たちの国会への報告もしっかりと されるよね。このことを確認しておきたいと思います。世耕官房副長官。 今、ご指摘の2月20日の衆議院予算委員会における石原元官房副長官の証言を受けまして、官房長官からは、元慰安婦からの聞き取り調査については、これは非公開を前提として実施をされたものであり、そうした機密であるということを保持する中で、政府として確認をする必要があるということ、そして、この談話の作成過程で、韓国側との意見のすり合わせがあったのかどうかの可能性については、 当時の実態について解明をする必要があると考えており、まあ、政府の中に極秘の検討チームを作り、当時の状況を掌握をし、その上で、 その取り扱いについて検討していきたいというふうに表明をされておられるわけでございます。でこの検討の結果を踏まえて、まあ、慰安婦問題に対する政府の立場を、まあ、国際社会に説明をしていきたいというふうに思っています。で、今、あのどういうチームを組むのかとかですね、そういったところに、まあ、検討に着手をしているところで、えー、ばかりでありますので、まだこれ、どういったタイミングでですね、どれぐらいのスケジュールでちょっと検討が行われるか、結果、どれぐらいのタイミングでその結果がま まととまるのかといった、とところはままままだちょっっ今決まっていないな状況であります、ま、たあのその結果のです、ね、公表の仕方報告の仕方についても、あのこれから少し議論を詰めてまいりたいというふうに思いますので、今の時点では少しお答えを差し控えさせていただきたいというふうに思います長野正司君、えー、ぜひできるだけ早い対応をしっかりお取り進めをいただきたいと存じます。